崎遥香です。なんと久しぶりの藤森さんのお家です。今日はですね、ちょっと用件があって来ました。いろいろ藤森さんのお世話になってるので、新年のご挨拶がてらに、ちょっとお正月といえばあれでしょうみたいなおねだりをしに来ました。早速じゃあ会いに行きますか。行きますか。じゃあお邪魔します。はい、わあ久しぶりだ。あれって1年、ああでも1年くらい経ってますよね。経ってるかもしれないですね。初めて2度目ましてです。はい、このお家は。でも前回とは状況が違いますもんね。触れてはいけない。はい、だから部屋どうなってんのか僕も知らないんですよ。確かに元気かの確認も含めてルームツアーゴー。藤森さん、はい、お久しぶりです。ようこそ来ました。ようこそ。あれが若干衣替えしたから。寂しいですか、やっぱり。いやいや、もう寂しくはないよ。もう一人暮らし楽しんでるよ。座らせていただきます。ここ座る。隣をどうぞ。あ、でもちょっとやっぱルームツアーしますか。はい、いや、ルームツアーあなたもう一回やりましたよね。でもなんかね、変わりましたかね、雰囲気が。まあまあまあ、若干ね、いろいろ物も整理したし、うん、ちょっとガランとはしてるけども。あ、その前にそうだ。何ですか、ね、いろいろ思い出すよね。持ってきたんですよ。何？新年のご挨拶ってことで。え、はい、ましておめでとうございます。おい、直渡し年賀状、はい、嬉しい。小路さんにも持ってきたんですよ。嬉しい。え、こういうのさ、え、ありがとうございます。ちゃんと作ってんだね、毎年。はい、年賀状、ね、超嬉しくない？これ書いてきました。直渡し嬉しい。ありがとう、これ、はい、どっか飾っとくわ。え、飾らなくて大丈夫です。いや、飾っとく、ここに飾っとく。いや、ちょっと嫌なんでやめてください。嫌なんで。ね、嫌なんでは、じゃあもう絶対渡しちゃダメじゃん。ね、だって何か勘違いされたくないじゃないですか。やだ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 、やめてください。大丈夫です。本当に大丈夫なんで。何ですか。あ、なんかルームツアーさせてもらおうかなと思って。ルームツアーすんの。いや、全然いいけど。1年間でなんかまあ、いろいろあったと思われるので。いろいろあったってか、彼女が出てっただけだからね。そんな大した他に大きな変化はないんだけど、めっちゃ笑うじゃん。ないですか。な、一番最初に見せてもらったオブジェとか。いや、オブジェしか覚えてないじゃん。あ、オブジェね。今はない。いや、え、あ、オブジェね。オブジェまだ処分してないんだよ。いや、別に取ってあるわけじゃなくて、処分し忘れちゃった。取ってましたね。違う、処分し忘れちゃった。棚の奥にしまって、今度処分しようと思ってたら、そのゴミの、ね、回収業者さん来た時に出すの忘れてたの。どう思いますか、視聴者の皆さん。ねえ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 、どうしたの。元カノのものをお家に残しておくっていう事件。事件事件。私本当嫌ですね、そういうのあったら。いや、ちょっと待ってください。なんで、別にもしね、次の彼女とかが来て、はい、そうやって言われるんだったら100分ずつ分かりますけども、なんでパロリにそんな俺怒らなきゃいけないんですか。ちょっと嫌、ね、ですよね、皆さん。嫌です。いやいや、じゃあ嫌です。言ってんの嫌ですってなんだろう。小島で嫌です。じゃあ言ってるじゃん。それはもう処分し忘れちゃったって言ってるじゃん。一応チェックだけします。そうですね、彼女の品物あるかないかチェック。ガサ入れなの。昔懐かしの論文さんのさ、ガサ入れの逆バージョンやってんの。中に、この中にその一回整理した時にバーって詰めたの。はい、ほんでだからまだある、あるにはある。え、めっちゃ広いですね、この部屋。思いました、私も。めっちゃ広いって前も見てるし。え、でもこんな広かったでしたっけ。コジなんて別に何回も見てるじゃん。いや、でもなんかすごい広い。いや、だから何、その彼女のオブジェ。オブジェはだから、この中にここにいろいろねしまってた中にあるんですよ。これで中にしまいがちですよね、元からのものって。何、いやいや、そんなあるある聞いたことないけど。え、なんですぐ捨てに行かないんですか。いや、こんなのどこに捨てんの。だから業者さんが来た時に渡そうと思ったの。可燃じゃダメなの。可燃じゃないでしょ、これ。割って
ゴミ袋に、ね、まあ、怖いこと言ってるよね。そうですよね。紙粘土みたいなやつですよね。いやそうだよ。え、可燃でいけそう。そうは、うん、割って割ってって何、割る必要ない。いや割って細かくして、ちょっとちっちゃくして、このオブジェに罪はないんだから割る必要ないじゃん。いや別に、いや本当にもうあの処分するつもりでいましたから。そうなんですね。でも本当にこれだけだと残ってるのは。いやそうでしょう。なるほど。いやないよマジで。見て、あのコップしかないでしょ。わあ、じゃあ冷蔵庫、冷蔵庫前なんかいっぱい入ってたから食材が。マジで。ええ。いやこんなもんだって、男の一人暮らしは。やばい。前まではさ、めっちゃいっぱいあったのに。いやそれはそうだって、やば。悲しい。いや悲しくはないよ別に、だって開けることないもん。ビフォーアフターの世界ですね。みかんだけめっちゃあった大量に。へえ、怖っ。みかんって冷蔵庫だっけ。これ玉ねぎいつのだ、これカラッカラになってる、これ。へえ、こんなに違くなるんだ。いやそれはまあこの辺は変わるよね。だってこことかさ、調味料めっちゃ入ってたもんね。あ、ほんとだ。そう、調味料全部なくなってた、気づいたら。多分ほら、あの料理するんだろうね前の。だから持ってったんじゃない。持ってったんじゃない。じっと取るな、じっと。なあ、別にいいだろ。こっちマジなんもないからね。え、すごい広。え、何にもない。ここ何のお部屋なんですか。いやここもともと、まあ YouTube、 これ家で、あのほらコロナでさ、はい、リモートとかやるときにここでやったりとか、これ一応照明もつくし。この辺もじゃあ使ってないんですか。そう。でここにあの彼女のなんか作業スペースみたいなのがあったのね。私住めちゃうじゃん。住めますよ、住めるかも。広っ。ここはなんかもうちょっと使い勝手あるかなと思ってるんだけど、もう今こっちまで手が回んなくて。こんなの何にもないけど。この周辺見たいです。どうぞ。うわ、すごっ。いや、てかな、あのさ、ルームツアーってさ、何にもないとこ開けるルームツアー斬新すぎない。やばい。いや、それはないよ。新居じゃん。カラッカラ。新居じゃんって、置く荷物がないんだもん。だってすごっ。いや、ないよ、だから何も。あれ何、今なんか入んなかった。そこ。なんすかこれ。怖い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 。なんすか。これあのこれあの、え、知らない？リング。指輪のサイズだ。サイズ測るやつ。俺買ったんだこれ。え、それ何に使ってんすか。いやだからそれは指輪のサイズでさ測るときあった。こんなところにあったんだ、俺全然知らなかった。かわいそう。かわいそうね。パルル、もう本当 に絶対かわいそうっていう言葉だけは。見つけちゃ、ごめんなさい、なんか本当にちょっとせっかくだからちょっとサイズ測る。私5号なんで。いやいや言わないで。え、なんかこれだけでもちょっとドキドキするんだけど。見てこれ、本当に5ですか。はい、失礼します。細っ。5だ。はいはい、これで分かりました。リングのサイズ5ですね。5号。これですね、パルの5号。はい、はい、抑えました。抑えました。ちなみに俺何号なんだろう。俺自分の知らないんだよ。14だ。5号と14号です。もし買うとしたらね、うん、いやびっくりした、これどうしよう、もうこれいらないわ。そうですよね。今後来たゲストのサイズこれで測ってみます。いや俺もう変態だろ。あのサザエさんみたいな感じで最後の、ああ。なんでじゃんけんポンの代わりがじゃんけんポンなのさあ今週は何号じゃんけんポンって。ああいいいい、いいすね、怖すぎない。家に来たさ女性ゲストのさ、俺指輪の何号か測るのやつ怖すぎない。大丈夫、いいそれ。あ、もう取れ高 OK です。あ、はい、じゃあ本題に何なの。急に取れ高 OK です。ドキッとするんだよ。寂しいんだけど。これ尺稼ぎです。尺稼ぎとか絶対言わないでね、気持ちがないのか。お正月といえばみたいなことを藤森さんとできたらいいなと思って来ました。ああ、まあまあ公開する頃はもうお正月だもんね、これね。はい、正月おせちとか、うん、お年玉。え、怖い怖い怖い。お年玉何よこせって
どういうこと？年玉って言いましたね、今。いや、まあお正月といえばだけど。はい、なのでこれ、明けましておめでとうございます。いやいや、これさ、え？これさっきもらったよね。え？福井さんの、はい、あの、年玉。はい、はい、何？お年玉って言う？お年玉を、うん、おいおいおい、ずいぶん直接的になったな。今までそのメガネとか何があった？メガネ、ゴルフウェア、はい、何、もういよいよゲン玉。お年玉という名のゲン玉。今年度最大のパパ活、はい、やってんなこの子。やっちゃってんな、ついにこの子。おいおいおい、なんかさ、元カノさんのがあるんだとかって、なんかちょっとそういう素振り見せられたら、なんか可愛いじゃん、こっちからしたら。はい、何それ、どういう感じで言ってんのとか思っちゃって。でもそこ全カットで。全カットなの。まあ確かにね、それはもうその年上の人が。藤森さんおいくつでしたっけ？俺38。1800はもう江戸。昭和ですか？昭和58年。私平成6年生まれなんですよ。俺も後輩たちには毎年こうお年玉とかあげてたから。私ももう15歳で働いたので、うん、15歳からもうあげる側だったので。そうか、はい、まあ、今でもじゃあ後輩とかあったらあげなきゃいけないから、まあ、それで俺も後輩に会ったらじゃああげるっていうのは確かにあるよ。もらってないなーと思って、うん、欲しいなーと思って。前振りめちゃめちゃ長く取ったじゃん。お年玉のために。まあちょっととりあえずお金持ってくるわ。え？そんなあげるかどうかまだ決めてませんよ。それは置いといてですか？はい。え、待って待って、家にあったやつ。え、それ一万円札ですか？そうですよ。え、ありすぎません？今ここにお金がありますから。え、シムさん怖いっすよ。なんかお家にそんなにあるの？なんで、だってなんかあった。え、何枚あるんですか？え、怖い。ちょっと数えてみますか。1、めっちゃある。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16枚ありました。え、聞いてました今日？聞いてないです。だからマジで言ってないです。いや、あ、聞いてないし、なんで俺16全部渡すと思った。とりあえず今家にある現金がすごい、もう家賃じゃないですかこれで。これだけなんで、これだけっていうかもうこんなにありますけど。こんなに？ちょっと待って、これなんかすごい今いやらしいやつになってて。なんかちょっとびっくりしちゃいましたね。はい、富士さんのこと年上ですか？いや、僕は下です。後輩に当たります。じゃあ、まあ、とりあえずまず個人の年玉ね、はい、ごめんね、あのポチ袋とかないけど、いい？それはすごい、太っ腹。いや別にそれはだってもうね、てかこんなんなんか動画内でやるの本当やらしいけど、マジで聞いてないし、はい、ごめんなさいね、俺本当になんかこんな、はい、今ある現金を全部持ってきてみたけど、はい、すごい、お家にこんなにあるのは危険ですよ。そうです、いや、なんか数百円ぐらいしかないと思ってたんですよ。あの、本当だって普段現金持ってないから、慎吾さん。じゃだからこそ生々しくなっちゃいましたね。はい、ね、ちょっとなんか違いましたね。いやらしいですね。はい、なんか小銭が出てきて、うわーこれだけしかないのかいって思った。なんかちょっと言っていいですか？はい、なんか私昔なんか中居正広さんに、あの、これじゃなんかお小遣いだみたいな感じでもらいただいたのが500円玉だったんですよ。でそれが、あ、なんかユーモアもあって、あんなにスターなのに、うん、なんかすごい素敵だなっていうか思って。素敵なエピソードだね、それはね、うん、逆に面白いじゃん。こんな子供がよ、こんな子供が16万パーンってやったら逆に面白くない？俺が500円だったらもうすごい、あ、ほんと生活苦しいんだろうな。中居さんのもうユーモアじゃん。逆に面白くない？こんな小物芸人のライバルのお年玉でーすって。これはもう怖いですよ。怖い、それは怖いよ。俺絶対あげないよ、16万なんか大金なんだから。あげないですけど。じゃあまあいただけるかいただけないかで言ったら、お年玉はいただけるということでいいんですかね。はい、いや、まあお年玉もちろんいいですよ。だって去年1年もさ、本当にパルルにお世話になったし。でもなんかお年玉ってさ、俺のイメージよ、はい、こうポチ袋に入れてさりげなくこう、あの、はい、ありがとうね、いつもつって言って渡すもんじゃん、はい、なんか動画内でしかも裸でホイホイはなんか俺だけ損してない？いやいや、慎吾さんがまさか現金持ってると思わなかったんです僕たち。じゃあ、はい、今日の
検証結果はお年玉はもらえるということで、はい、ありがとうございます。どういう検証か。なんかすごい嫌なんだけどね。もらいました藤森慎吾さんからは。じゃあ後でちゃんとあげますよ。はい、多分これじゃあもうパルルームの新年一発目の動画ですかね。はい、ありがとうございます。本当に、はい、今年度もよろしくお願いします。なんかちょっとよくわからない結末になってしまいましたけども、はい、藤森さんはいやらしかったっていう。やめろよそんなまとめ。なあ、ただただ好感度下がってこれ終わるパルルーム動画じゃんか。ではまた会いましょう。バイバイ。バイバイ。それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。 Twitter、Instagram もフォローしてね。